何しに来たの？え？あなた何しに来たの？いや今日本当に社長に会いに来たっていう。社長に会いに来た。うん、俺だからちょっと衝撃的でさ、うん、ね、俺が事務所に呼ぶならわかるのよ。ね、うん、今も会社に所属している、うん、ね、タレント、なおみちのくが、うん、あなたをちょっとラジオ撮りたいからさ、ちょっと事務所来てもらっていい、うん、みたいに、うん、俺があなたを事務所に呼ぶならいいのに、うん、あなたが俺を呼んだから事務所に。わかる？言ってること。急にさ、あなたがさ、いや、ちょっとさ、事務所に用事があって行きたいんだけどさ、なっくんちょっと、なんか平日で空いてる時間ないとか言って聞くからさ、いやまあなんかウーバーやってっから、うん、ウーバーの空いた時間だったらいいよみたいな感じで、うん、なんで俺がさ辞めた人間にさ事務所に呼び出されなきゃいけないのか。いやでも、うん、本当に気は使ったよ。そのだからウーバーやってるっていうのは聞いてたから、うん、はいはいはい、言って本業ですから私。いやもう本当に、だからお昼時はちょっとずらそうみたいな、はいはい、その12時とかぐらいはね、12時で1時はずらそう、うん、ご飯時忙しいから、うん、忙しいからっていうので、うん、14時っていう14時、うん、ただ14時なんだけど、うん、早く着きすぎて、そう。1時半、13時半に着いてしまった。だからなんか LINE 来てさ、まだ着かないよねとか、なんか、せかしてくるな、こいつ。こいつ、せかしてくるじゃんかと思ったから、おじゃあ、行こうか今からつって。あっちいのよ、外が。わかるよ。そう。暑くて、うん、汗かいてきて、はいはいはい、一回ちょっとコンビニ行って、うん、涼んで飲み物を買って、うんうん、でーってなったら、うん、時計は全然進んでない。時計の針は。その、全くね、全く体感ほど進んでないと。思ったより進んでなくて、うんうん、一応もう一回事務所行って、あ、事務所に来たんだ。まあ、でも、ぶっちゃけ、今ね、こういうのもあれなんだけど、はいはい、なっくんいなくてもよかった。別に今日。そう。それも腹立たしくてさ。俺、ね、社長に言われた。そうだね、うん。事務所に用事があるって言って、そうそうそう、俺も思ってたんだよ。その LINE のやり取り、うん、数日前の LINE のやり取りの段階で。うん、なんかまずそもそも要件も言ってこねえし。あ、ぶねえやつだな。なんで事務所に行くのかの要件も言ってないし。かといってほら、俺も別にさ、そこまで詮索するつもりもないから。うん、なんでとか聞く。ああ、確かに聞いてこなかった、ね。聞かなかったでしょ。聞かなかった。なんか聞くのも野暮だなと。大人になってますから、うん、私も言うてね、うんうんうん、まあ、こっちも大人ですからね。言ってもその13時とかね、うん、12時避けての14時だよ。確かに気は使えてるよね。気使った、こっちも気使った。社会人の気の使い方、お互いね、お互いね、選択しないし。だしあなたさ、そのさっき暑い暑い言ってたけどさ、うん、何で来たのこの事務所まで。ビタビタのスーツで来た。ビタビタのスーツだから、それもさ、ね、じゃあ何時ぐらいに事務所着くよって俺がさ、うん、ね、先ほど LINE をしたらさ、うん、じゃあ何分ぐらいでって話になったら、ちょうどね、うん、俺が事務所に入ろうとしたタイミングで、うん、正面からタダノさん、ね、らしき人がバーッと歩いてきてんだけど、うん、なんでこんなスーツをさ、着こなして、俺びっくり、俺、私服で来ると思ってたから。あー、一応この、うん、まあね、経緯を言うと、はいはい、私は当期、まあ、会社を設立しまして、すごいね、まあ、この話はまあとおいおいまたちょっとするにして、うんうん、で、まあ、一応社長にちょっとお願いが一つありまして、うん、まあ、それの商談っていう、やっぱり商談って、うん、俺が言うのもあれだね、俺が言うね、はい、会社設立したての、はい、このね38歳のおじさんが、うん、ね、素人がね言うのもあれなんだけど、うん、商談ってかっこよくない響き。確かにね、うん、まあ、営業マンとかがするイメージはあるけど、うん、芸人はなかなか商談とかはね、ないかなって感じは。それやっぱり芸人さんで商談ってなってくると、うん、社長がこうやってくれたりとか、ね、で仕事を持ってきて、うん、まあ、現場行くじゃないですか、うん、行きますよ。トップの人がやるんですよね、これは。トップの人がやること、うん、あなた今トップなんだもんね。いや、私会社のトップ。腹立たしい、うん、ぶっちゃけ言っていい、うん、短パン T シャツ良かったなと思って。いや、全然いいよ。だって知ってるわけで、社長なんてさ、そう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 、散々知ってるわけだしさ。知ってる知ってる。社長も思ってるよ。なんでこいつはこんなスーツの中にジレまで着込んでみたいなさ。上着いらなかったじゃん。もうその格好でいいんだから今の。上着いらなかったの。だよね。暑いんだ。こんな暑いさ。本当に。ただでもなんかやっぱり家出るときに、うんうんうん、うちも家族がいて、ね、はい、結婚してるからね。結婚してるね。神、うん、さんもいるんで。うん、商談行ってくるって言った時に、うん、まさか短パン T シャツでいけないでしょ。そうか、
ね、確かにね、いけないでしょ、うん、いけない。やっぱここね、会社設立したて の、うん、このね、一般素人がカッコつけてってなったら、うん、やっぱりスーツビシッて着て、うん、汗ダクダクになってやっぱり来るのが、ね、あーでも確かに営業マンって夏はもう汗をかきながらも背広は脱げないみたいなイメージはあるから、そう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 、まあそれに近いのかな、うん、そう、まあ一回やってみようかなみたいな感じでスーツは一回着てみたとりあえずけど後悔はしてる、うん、今日、うん、後悔はしてる。後悔はしてる。あの、気使わなくてよかったなって、この人たちだったなって。だと思うよ。だと思うよ。社長だってキャップかぶってポロシャツ着てるさ。うーって来たからね。俺なんかウーバーでヘルメットかぶってきてるさ。そう。ちょっと。あなただけ浮いてんのよ、ちょっと。ちょっと失敗したなっていうのはある。うん、確かにね。うん。なるほどね。だからなんかわかんないけど、突然こう事務所に呼び出されという。うん、ただまあこっちもさ、うん、ただで事務所に呼び出されただけだと、うん、ね、あれだから、やっぱうまいこと利用してやろうと思って、うん、さっきね、散々こうフリートークしてたじゃんか、雑談というかさ、ラジオ撮る前にね。してラジオ撮る予定じゃなかったから。ないよ、ないし、なんなら、社長にお願いしたのは、うん、多分もう10分15分で終わってんの。あれさ、あれ商談なのそもそも。いや、あれお願いでしょ。そう、お願い。ホームページ作ってくんないで終わりよ。じゃ、ホームページ作ってくださいって俺商談じゃないと思うんだけど。いや、でも電話でもよかったね。電話でもいいし、メールでもいいし。うん、でも、仮によ、これ、うん、仮に、俺がね、勝手に社長と、うん、こう、二人でね、こうやりとりしてて、うん、はいはい。社長が、うん、いや、早坂、ただの来たぞって言われたら、なんか、ショックでしょ？後から？後から言われたら、事後事後、事後。事後ただの。ただの事後。違う違う、事後ただのでよ、うん、あ、まあ、事後ただのでよかった。どっちでもよかった。まあ、確かに、うん、あ、事務所来るんだったら一言言ってくれればなとは思うかも。でしょ？でしょ？うん、ほら。うん、ほら。ほらね。ほら。待って待って待って。ほら、ほらなんだよ。なく、ここ、ほらなんだよ。ほらね。で、全部まとまったじゃん、これ。じゃ、まとまったよ、うん。だから、ちょっと今度事務所行くんだ、みたいな一言で、済むんじゃないの逆に。ほらほら、ちょ、待って待って。ほらえ、どういうこと。いや、だから、うん、ね、今度俺、ちょっと事務所に社長に用事があって行くんだわ。あ、俺がね、ナックにね。とか、うん、ちょっと今日事務所行ってきたんだわ、みたいな感じで言ってくれれば、うん、そうなんだで、うん、済むかな、とも思うんだけど。おえ、でも、仮に、じゃ仮に、はいはいはい、いや、俺今度社長と、まあ、商談するから、うん、商談事務所行くんだ。あれは商談じゃねえんだよ、まず。10分15分って終わった。10分15分のお願い。お願い、ね。お願い。さて、ホームページって、いくらぐらいで、じゃねえんだよ。でそんな安くやってくれるかじゃねえんだよ、本当に。冗談じゃねえんだ、あんなの。仮にこれを、うん、じゃあ、勝手にやりましたと。はいはいはい、はい。終わりましたって。うんうん。なった時に、いや、でも、うん、言ってはくれたものの、うん、いや、事務所で、ね、こう、会いたかったわ、みたいなのって、やっぱり出てくるけど、うん、お互い大人だから、うん、じゃあ、俺も行くよ、みたいなのは言いづらかったわけじゃん、やっぱり。まあまあ、まあまあまあ、ね。事後で言われた場合よ。事後で言われた場合ね。事後で言われた場合ね。うん、だからやっぱり、うん、なっくんに言って、あとなっくんから社長に言って、うん、はいはいはい、まあ一回来てみようみたいな、うん、の方が綺麗なのかなって思ったけど、うんうん、まあ実際、うん、社長と多分電話10分で終わったね。10分で終わったでしょ。俺本当にいらなかったよね。俺何にも。なんかちょっと切り上げてきたしね。はい、そうよ。そうよ。事務所来る前に一回注文来ちゃってたんだから、一回。ね。いや、そこはもう本当に申し訳ないとは思ってるけど、うん、俺は今何にも感じてはない。感じてない。何にも感じてはない。そっか、俺が500円稼ぎそびれたのを別に何も、うん。そうそう、何とも思ってない。感じだよね、うん。いや、だから、事務所に来て、ね、なんか商談だっけ商談でしたっけあれ、まあ、あれを商談って言ったの、うん、俺は商談知らないから。まあ今後、ああいうものを商談だと俺は思って生きていくと思うんだけど。もう、ホームページ作れますかまあ一応商談なんでしょうよ。ね。だから俺も、せっかくだからこういう状況になってるから、うん、やっぱラジオかなんか、ね。にこう巻き込まないと、ね、うん、こっちもこっちで、やっぱせっかく事務所に来てるわけだからね。うん。うん、いや、でもそれわかんの、なんか、はいはい、さっきまでそのね、じゃあラジオ撮りますか、うん、みたいな。の、とどのさんこの後予定あります？みたいな。確認した。うん。うん、あ、もうあと帰るだけだよ。じゃあ、うん、ラジオ撮りますか、うん、みたいな、その芸人、ノリのね、はいはいはい、行くじゃないですか、うん。あなた何にもこの話考えてないんだよ。ここの話しましょうとかの。はい。番組の内容ね。うん。うん、成長したよね。いいかよ。あ、前は、
キメキメだね。なっくんマジでキメキメだったと思う、多分。だってもともとだってコンビのネタがさ、うん、一言一句やるタイプだったじゃんか。そう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 、台本きっちり書いてっていう、ね、ニードルさんだからね、あのお前らは台本通りにやってるのがなんか見えるみたいなね、よく言われてましたけど、言われた、うん、言われてた、まあ、ニードルは台本ないからねそうそうそう、本当にね。なんかやっぱりもう芸歴も多分自分俺とやってる時よりもピンの方がもう長くなったね、圧倒的に。解散したのって12年、12年、震災の翌年、うん、翌年ぐらいで2008年デビューだから、あなたも芸歴4年とかで終わってんだよね。はいはいはい、あなた芸歴4年なんですよ。いやすごいマウント取ってくるんだね素人に。そう、素人、うん、素人さんね、面白一般人でおなじみの小野さんは一応芸歴4年っていう。4年で、あ、でも俺結構あの、うん、今会社やってこうやるってんだけど、はいはいはい、俺元芸人ですってめっちゃ偉そうに言ってくる。あ、そうなんだ、うん、まあ、4年やれば十分芸人では、ね、ね、で今なっくんどうなの、今一人でってなって芸歴何年ぐらいの。一人でになってからは12年。12年、一人で12年で、コンビも含めるともう16年。16年、17年目だよね。すごいなぁ、気づけば。気づけばだね。うん、やっぱね、あの、ただのさんのやめ時が正解だった気がする。本当に。あそこだったなとは、思う、正直。28ね。うん。28ね。なんかいろんな面で、あそこが一番のやめ、あいつはやめ時をうまくね、ちゃんと見極めて出てったなって思うよ。あ、もうやめ時ないもん、そら。ずる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 。ずるずるだね。うん、今、ずるずるの状態。そう、やめようかなと思うけど、でもここまで続けたからもうちょっとやろうかなみたいな。あー、でも、そうだね。いや、結局その、うん、攻めぎ合いというか、いそうだね、うん、難しい。で自分もなんか安易にその、うん、頑張ってってなんかもう言えなくなっちゃってきてるのはある。なっくんにわかるわかる、うん、なんか連絡とかも別に本当に用事があるときにしか、うん、そうだね、うん、しないし、あとはなんかミニ四駆のトミカが出たらしいよみたいなそういう連絡はするけどもね。雑ね、雑だね、うん、本当にそのぐらいしか多分しないもう、うんうん、まあまあでもね、ほら、ただのさんもわかると思うけど、ほら、いい先輩は多いからさ、うちの事務所はさ、確かに幸いなことにね、うん、ストスタとかニードルとかね、うん、ジュンさんもお店やるし、うん、あとは、うん、あとはちょっといないんだけどいあとは世話になった人はいないんだけど、5人よ今から俺にとって5人、あ、山内さんもいるから6人かな、うん、チョムさん入んないんだチョムさんは入んない。ちょっと俺今お友達にみたいな感じだから、チョムさんはね先輩だぞ。先輩なんだけど、やっぱ、これ、チョムさんの気さくさ知ってるでしょ知ってるけどね。そうそうそう、そう。なんで今日はちょっとね、ゲストをお迎えして、番組をお送りしたいと思います。はい、それじゃあ今夜も参りましょう。ゴールデンライン木曜、直道のく、今夜も怒られる。改めまして、こんばんは。ゴールデンライン木曜、直道のく、今夜も怒られるパーソナリティの直道のくです。この番組は、ラジオ3のゴールデンライン枠で、直道のくが、あだこだお話をしながら、他方面から怒られる、そんな30分番組となっております。さあ、というわけで、本日のゲストはですね、私の元相方、面白一般人、ただのさんでございます。お願いしまーす。よろしくお願いいたします。ちょっと、これさ、セルフ拍手。セルフ拍手。セルフ拍手で。素人がね、出すんだけど、これ、ちょっと俺も、はいはい、そのラジオ撮るよって急に決まって、うんうん、急にね、ただのの紹介遅くない？いいのいいの、そういうこのタイミングなの、こういうタイミング、え、俺結構早い段階で来るかなと思ったら、うん、じゃあ撮ります、はい、いやこの間さみたいな、なんかそんな入りなのと思ってほらリスナーの方はさ、うん、この方は誰なんだろうって気になるでしょ。あ、技術技術リスナーを引きつける技術。14年か14年のなるほどね。そうそうそう、なるほど。あ、いや、ごめんごめん。やっぱりもう、ね、型にはまってたんだ、やっぱり。型にはまってた。俺はもう、やっぱり。セオリー通りの。セオリー通りのね。ラジオのセオリーってこうじゃないの。そうそう、ゲスト紹介最初に。そう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 。ダメだ、ダメなんだ。ね、慣れてくるとやっぱこうなんですね。慣れてくるとね。うん、やばい、そういう形になるのかな。でも、だとしても遅くない、うん、ね、思ったよりオープニングトークは長かった。でしょ、でしょ、うん、それは認めてくれる。あ、でも、うん、俺一人でやってる時もオープニングトークは10分くらい喋ったりはするから。あ、そうなんだ。割とこんな感じだったりはまあするけどもね。なるほど、なるほどね。まあ、ただのさ、うん、まあ、芸人を辞めて、そっから、まあ、就職して、うん、で、まあ、その会社辞めて、まあ、起業するみたいなことだよね。そうですね。だから結局、入った会社の、うん、まあ、本当に同じような、うん、ここを、はい、まあ、はいはい、独立して自分でやるっていう。なるほどね。決めて、うん、本当に6月、今月、うん、まあ、7月から、うん、うん、今月、起業して、会社作って、7月から。その話もさっき聞いたんだよ。普通ね、このあの社長に会う時にね、うん、なんでってなって、あ、うん、こうなんだよの会話は。僕はでもその、うん、
前の LINE の段階で本来はまあちょっと今度起業することになったからその話なんだみたいなのが本来はあって叱るべきだったと思うんだけど、いや結局ね、なんかおじさんになったじゃないですか、やっぱり我々も同い年でね、39、38ですよ、38だけど、やっぱり中身は変わんないんだまあまあ省く、もう雑、いらないものはね、うん、やっぱりおじさんになっても礼儀とかなんとかはやっぱりもう、うん、やっぱりただのなんだなって思う、うん、俺も多分 なんとなくただのさんだから聞かなかったのもあるのかもしんないけど、ね、うん、ああそうなんだ、うん、なんか多分その必要になったら言うだろうなみたいな、うん、わかんないよ、だって俺が変なねでっかい壺を持ってきてさ二人に行く、ね、なんとなく古い古いタイプの今時いないだろ、布団とか壺を売ってみたいな詐欺そういうのはやっぱり考えなかったんだ、あんま考えなかったね、え実際だし、ただのさんに騙されるなら本もって思ってたぞ、怖い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 、ちょっとあるからこっちも、やりづらい、ただのさんならいいかな騙されてもみたいな、付き合い長いみたいな、やりづらいよそんな、うん、小学校1年からの付き合いだしなみたいなまあ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 、どうも、え実際その会うってなった時に、今日ね、うん、今日ね会うってなった時に、うん、えどういうその経緯で、うん、こう会うのかなっていうのは予想はこうできてる、あ何も、あ何も何にも何にも、じゃあ何、ただのただ暇だから事務所行きたい、遊びに来たみたいな、そうも思わないけど、もう38よ子供さんにいてそんな暇はないと、事務所遊びに行きたいですなって、そんな なかったじゃん、だってなかった、今までも、うんうん、今までもなかったし、これからもないし、聞いてくのかなとは思ったけど、うん、いや何かしら仕事関係だろうなとはまあ思ってたけど、まさか、うん、ほら前からさ、なんかちょっと新しく会社をやりたいなみたいなことは前飲み会した時とか聞いてたけど、言ってた、まさかこのタイミングとはやっぱこっちも思って ないし、そういう話も聞いてなかったから、まあちょっと驚いたけど、まあ仕事関係かなとか、仕事関係かなっていう、ね、思いつつ、でまあさっきね、その年の話が出ましたけど、まあね、同い年だしね、39、38、なくもやっぱりこの事務所いて、うん、同い年ってやいない、ニードル、あいるわ、うん、悪いよマジで悪いよ今のは今のは本当に散々同級 S60 大パニック忘れたかツーマンライブを長町リプルでやった、うん、やばい今、うん、今ねちょっと今頭の中で伊藤さんにこの野郎って言われたもんって、絶対言われる、ただのこの野郎って言われてた、今絶対言われるよ、痛い痛い痛い、うん、やっぱりなんかね年齢の話ってできないのかなっていう、うん、話をしようと思ったんだけど、うん、同級生いたわと思って、同級生全然いるし、うん、なんかやっぱキャリアを積んできてさ、うん、うちの事務所ってさもう40代増えてきてるわけよ、あそうだね、チョムさんに至ったら50代じゃん、え、もうそうなの、そうだよ、え 50? あれ社長チョムさん50になりましたよね、ほら50、初の、T ライズ初の50代。50だよ。もうあともうちょっとじゃん。もう、いや、なんとは言わないよ。もうちょっとで定年だし。頑張れば。T ライズ、定年退職。あるよ。やめただけじゃん。退職金は絶対出ないけど。出ない。そうそう。それは出ないじゃん。だみんなさ、40過ぎてきてるじゃん。ジュンさんも山内さんもそうだし、社長もそうだしさ、俺だってもう1年後には40になってる。そうだ、そうだ。わけ、ストスターも40だし。だから、結構、よくさ、バラエティとかでさ、芸人さんがさ、楽屋でさ、どこがいてとかさ、どこの病院に通ってるとかさ、よくそういう話をするとか、バラエティで聞いたりするじゃんか。東京の芸人さんとか。はいはい。まさにそんな感じ。今、事務所のライブの楽屋とかも、今度どこどこの病院行くんだよとか、日帰り手術がとか、ほんとそんなんばっかよ。おじさんだ、会話もやっぱり会話おじさん、会話もおじさんになってきたんだ、おじさんおじさんおじさん、でぎっくり腰持ちが多くて、うちの事務所、俺もだからね、ぎっくり腰なったの、なったの、一昨年、一昨年なってからもう癖になっちゃって、はいはい、1年に1回ぐらい、1年に1回もなんの、なるよ、怖ー、よっぽどだから気を使うのよ、うん、今まではさベッドから起き上がるときとか腹筋とかでフンってさ起きたりするんだけど、もう普通だよね、だってもう今必ず手で何かをいや何か老人ホームよ、本当に椅子から立ち上がるときとかも必ず手すりとかにグッてやって腕の力とか使わないと腰だけで行こうとするとバキーンってなる、ある日突然、え、それ、え、年一になるの、ねここ1年ぐらいはすんごい気使って生活してるから、うん、ならないけど、うん、ちょっとやっぱ気抜いて腰に負担かかるような置き方とか、うん、立ち方しようとすると、うん、一瞬こう電気が走るというか、はい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 、でそれが悪化するともう 2,3 日動けないみたいな、え、実際になってから何日間動けなかったみたいな、最初のぎっくり腰は1ヶ月弱、うん、そんなに、マジで超おじさんじゃん、
あのね、コロナ禍になったじゃんか、うん、で、ね、世の中がこうワクチンを打ちましょうみたいな感じになったでしょ、はいはいはい、で俺もまあワクチンは打ったわけさ、はいうん、で打って熱とか出るからさ、うんまあそうだね、1日2日ずっと寝てたのよ、うんはいはいはい、で、あそろそろもう熱も下がったなと思って、うん、ベッドからまあ起きてなんか茶の間とか降りて、うんはいはい、でソファー座って、はい、ソファーから立ち上がったらバキッてなって腰が、へー、何かをやったわけじゃないんだよね、じゃないのよ、本当に日常生活、日常生活、それ怖いよね、怖いよ、あなた腰は腰大丈夫なんだよ、え38、39になる年で全然元気、全然元気、腰じゃないんだよね、俺マジ体の謎の湿疹が気になるんだよ、マジでだからこれ、だからそのね、ニードルさんとかと、はいはい、まあね、40代の人たちと、ちょっとお話ししたときに、うんはいはい、一個聞きたいのは、うん、どこの皮膚科行ってますかっていう。そりゃ、うん、皮膚科通ってるみたいな話じゃない。あ、ないの？ない。皮膚科の話はしないの？皮膚科の話はないね。もっと内臓とか、はいはい、膝とか、関節的な痛風とか、ね。あ、そう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 。そういう系はあるけど。腰とかはないんだよね。姿勢めっちゃ悪いんだよ、俺。もともと猫背だもんね。猫背。うん。だからなるんだろうなとは思ってたんだけど、うん、一切その辺はなんないんだけど、ああ皮膚がもう皮膚が弱いの。あなたさ、うん、あれだよ、花粉症ひどかったよね。ひどかった。今も？今も。一回溺れをすげえ覚えてるよ。何？ライブで、あなたライブ休んだことないんだよ絶対に。ない。一度だけ休んでんだよ花粉症で。花粉症で休むの？うん、あのウォーターっていう。俺そんな部下いたらぶん殴っちゃうの。それおめえだったのよ。おめえさんだったのですよ。花粉症で休むなんてそんな甘ったれいんのか。俺花粉症で休んだ。サンモール商店街の近くの、商店街ではないんだけど、ウォーターっていう飲み屋さんがあって、はいはい、覚えてる？覚えてる。ニードルとかと一緒にやってたライブ、はい、ライブの名前忘れちゃったんだけども、はい、やってるやってるやってる、休んでる休んでる。高橋さんとかも行って、うん、その時にあなた花粉症で目がボッコって腫れて、ただれた。そう、人前にとてもじゃないけど出れないからって言って、一回だけ休んでんの。うん、まぶたの上から、うん、謎の汁が出てきてる。もう両目の。まあ、それだ、花粉に関するなんかなんだね。そう。で、一番やっちゃいけなかったことなんだけど、うん、そのただれた時にね、うん、熱々の熱湯をかけてからかきむしるっていうのをやってしまったの。ダチョウさんみたいな。シャワーの熱々熱湯をかけてかきむしっちゃって、そっからもうもうひどくなっちゃったんだ。謎の液体が出て、いやその時のね、なんかわかんない、いたかいないかわかんないけど、うん、まあコンセンツね、うん、目当てで来て行きたかったっていうお客様、本当に申し訳ないとは思ってるんだけど、うん、こっちももう手だたら目に入るかっていうぐらい謎の液体が、人前にはとてもじゃないけど、とてもじゃないけど、俺高橋さんとコントやったんだもん。あ、そうなの？後にも先にも一回だけ高橋さんが東京にいた時に作ったコントやったんだよ。なんでネタ知ってんの？なく、いや、なんかその直前で、でもあなたその当日に休むとかってなって、多分当日か前日行けっかなと思ったけど、やっぱダメだったんだよね。そう。で、早坂どうするかってなって、高橋さんが、うん、じゃあいいよ、俺とコントやろうよって言って、で、俺東京の時考えたコントあるから、つって、1時間くらい前に、俺がこう言ったら後悔してみたいな感じで、ちょっとだけネタでやって。そうなんだ。やったのやったのやったの。まあ実際自分休んでるからね、うん、その辺は見てなかったし、うん、いやもうすっげえ申し訳なかったなっていう、直前まで、うん、その皮膚科行って、うん、謎の薬をもらって、謎の薬を謎しかないさっきからさ、謎の薬、俺さ、謎の薬病院の話であれなんだけどさ、うん、先生によってさ、はいはい、薬の成分とかなんとかって細かく言ってくれる人あんまいなくない？あー、確かにね。でしょ？配合とかそういうこと？まあ、謎の薬はなんかいろんな配合が一応書いてあるんだよ、もちろん書いてあるよね、もちろんもちろん書いてある、書いてあるけど、薬局でもらうやつに書いてあるよね。そう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 、うん、ね、こう、かゆいときこれ塗ってください。なんちゃら何グラムとかね。そう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 。でも、うん、素人からしてみれば、いや、謎なのよ、全部。まあ、そうだよ。謎配合の。全部、カタカナでね。うん、でも、それ詳しく言ってくれる先生っていないから、うん、俺はもう全部薬謎だと思ってる。まあ、これ塗っときゃ治るから。うん、そうそうそう。まあ、でも実際治ったんでよかったんだけどね。謎の薬だから、皮膚の薬だから謎の薬。まあ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 。じゃないけど、うん。プロだもんね、まあ、プロ、相手はプロだもんね。うん、じゃあ、それぐらい？あれだ、痔だよね、あとね。あ、そう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 。それ治った？治んないよ。痔って治んないんだよ、だから。一回手術してない？あ、なんで言ったっけ、俺。大規模手大規模じゃないよ。小規模、小規模。日帰り。え？あ、日帰り？日帰り。じゃあ、俺大規模をやりたくて、うん、近くの、うん、その、見てくれるところに行ったの。はいはいはい、うん。したけど、70代手前ぐらいのおじいちゃん。うん。あ、先生？先生がね、うん、大丈夫なのかと思いながら。うん、まあ、ベテランだから。うん。まあ、実際やったんだけど、うん、で、その患部に直接注射パターンなの。あ、怖いって箱を開けてよ、お尻。はい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 。器具を
ね、あのこれ何ラジオでこの細かく言うあの器具をお尻にバコを入れて、はいはいはい、カリ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 って拡張して、おーすごい。でAV で見るようなあ、そう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 、ね、クソだよね、クソそれは言っていいか、まあ大丈夫かな。ででそれを患部に直接注射して、うん、まあ、それがなんか自音注射ってやつなんだけど、で一瞬治ったの、うん、ああよかったじゃん。そしたらなんか2ヶ月後また戻ってきて、うん、でまた先生に行って、うん、じゃあこの今ちょっと腫れてるから、うんうんうん、ちょっともう半年休もうみたいな、うん、一回落ち着かせて落ち着かせて、うん、で半年後に行こうかなと思ってたら、うん、ちゃんと潰れてたのその病院。マジで本当に。でもそれは違う、悪かったどうこうじゃなくて、うん、その年齢的なところで、要は変異しちゃったんだね。そう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 、年齢的な問題で、ね、その悪いとかそういうことじゃない、うん、半年休ませてる。そうそう、半年休んでてたら半年間あなたが休んだから、もう近くの病院なんだけど、さすがだわ、オチちゃんと持ってくる。オチ用意してるもんな。いやでも本当にでも字はね、行きたい。あ、じゃあそれ以降行ってないの。行ってない言ってない。あ、じゃあもう仲良く付き合ってんだ、実は。そうそうそう、ワセリン塗って、仲良く付き合ってる。なるほど。出てきたら、うん、ね、今日もじゃあワセリンつけるよ、なんつって。声をかけて、ね。声かけてあげる、ね、やっぱり。機嫌悪くなっちゃうね。そうそうそう、機嫌悪くなると、おいってくるから。まあ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 、みたいな。そんな、ただのさんの地のお話をしながら、エンディングでございまーす。こんなんでいい？ただのさん。あなたが用意した曲も流せず。嘘、流せませんよ。だって、あともう2分少々で番組終わりですから。それはタイムキーパーさんがさ、いや迷ったの、うん、曲流せるタイミングで一回話し飛びようと思ったんだけど、うん、多分リスナーは曲よりもトークを聞きたいと思ったの、私は。多分ね、字の話は求めてなかった。そんなことない。そんなことないよ。なくいきなり字の話振ってきたから、うん、俺大丈夫これ。でもね、みたいな、知らないと思うけど、うん、ラジオ3さん、うん、日帰りの痔の手術のスポンサーついてるからね。あ、そうなの。ラジオ3さん自体に。あ、そうなの。だから番組の合間に CM 流れてるから、あ、字で困ってる方も聞いてらっしゃいますから、ぜひぜひね、本当に日帰りじゃなくても、うん、がっつり取ってほうがいい。やっぱそれ日帰りじゃなくて入院した方がいいのかね、うん、間違いない、うん、間違いない。でも何日かは入院するんでしょう。あ、そうなんだよね、すぐ帰れないもんね。やっぱり軽度によるらしい、うん、あ、字の種類もやっぱりいろいろあるからさ。あなたはさ、10段階でいうとどの辺の字なの。ちょうど6ぐらい。ちょうど6。ちょうど6。何のちょうどか。で、その10が、もう手術絶対しないといけない。うん、あ、そうなんだ。6が、してもしなくてもの。あ、ちょうどだ。だこれ、ちょうどなの。ちょうどだったわ。ちょうど先生にもう、あと、先生の気分。なるほどね。先生がちょっと久々に手術してーなーって手出してくけど、ちょっとこの辺だったらーとか、日帰りでいいかなーの時は、しない。うん、そっか、そう、なるほどね。ちょうど、ちょっと皆さんもね、字の方はぜひ気をつけていただいてね。何かあったら相談してほしいですね。ぜひ田野さんに相談していただいて、うん、あと田野さんは起業するということなので、はい、まあね、おいおいもうちょっと会社がどんどん大きくなってって、うんうん、もしかしたら田野さんのね、職場にお世話になる方もいるかも、知れませんので。そうですね、ぜひ田野さんの会社を応援していただきたいと思います。ぜひぜひ。本日のゲストは田野さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。なお道のく、今夜も怒られる。ここまでのお相手はお笑い集団仙台 T ライズ族のピン芸人なお道のくでした。また来週お会いいたしましょう。さようなら。